はですね、野付郡別海町にあるドン、まさに今が旬、酒です。え、スーパーうまいっすね。うまいっす。時期、この冬は、あそこにあるホタテ船っていうのがあるんですけど、はい、僕たちホタテ取ってるんですよね。あ、そうなんですか。はい、この月によって取るものが変わる。そうなんですよ。半年間秋アジ漁、半年間ホタテ漁。おお、半々でやられてるんですか。はい。あれ、昨日お店で食べたホタテもこの辺のやつですかね。あ、そうです、そうです。ホタテめっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。夜食べたんですけど、なんかさらっと定食スタイルのお盆にそのなんだ、お刺身何種類かあって、はい、あのうまさだったらもっと強調していいと思うんですよ。お皿とか確かに。そう、この普通ですよっていうスタイルの中であんなうまいもんがこう出てきたから、さりげなくちょっとびっくりしましたよね。うん、いや、ホタテだけじゃないですけどね、もちろん。で、先ほどちょっと話しましたけれども、次世代につなげる面白い取り組みっていうものがあるということで、今から一体何が始まるんでしょうか。はい、今から野付郡の授業を始めようと思います。野付郡を学んでもってやりたいなって思えるようになりました。なるほどね。しっかりしてますね。しっかりしてる子を揃えてきたなっていう。役割何。あ、僕は初期です。初期会長です。お、え、生徒会会長。お、すごい。もう自分からもう立候補して。彼は初期です。初期やられてるんですか。はい。初期って具体的に何なんですか。黒板に書いたりとかして意見まとめたりとか。すごいな。何やられてますか。会計で、次の生徒会で副会長になります。あ、副会長。はい。ちなみに後ろの方は県副会長。あ、県副会長か。あ、で、次の副会長ですか。はい。とんでもないメンツだ。超大変じゃないですか。大変ですけど、みんなのために、頑張れます。素晴らしいな。この年でもうすでにみんなのためにっていうワードが俺未だにそんなに言ったことないですよ。中学生の時はどうでしたか。半落ちてました。少年ですね。気づいたら卒業してたんで何も考えてないですよ。なんかその自主性がありますよね。感じられない。こんな立派な子育つよ。マジで。あ、今おいくつですか。14歳。14歳ですよね。はい、いや、14歳でこんなん絶対できなかった。なんだっけな、622の法則みたいな。 ありますね。なんかありますよね。ありますあります。人間はなんかこう束になった時に、はい、おのずとその2割は真面目にこうみんなをまとめようとして、はい、残り2割はなんかだらしなくなって、ほとんどの人は普通間ぐらいになるみたいな、に収まるみたいな。 どのタイプですか。下にです。先生の演技力が問われる。先生も先生になりたかった。私も小学校から先生になりたくて。お、3年目です。すごい。高校初任で。みんななんかあれっすね、そんなちゃんと明確に夢持つんですね。ね、持ってなかったです。そんな持ってないっすね。すごいな。なんか知らん間にこの業界にいるみたいな感じですか。ぼーっとしてる人がもしかしたら来るんですかね。ありえますね。ありえますよね。あー、これだこれだ。いい香りですね。あ、うまいに決まってる。うまい、プチプチして。発掘日本中丸印。ありがとうございました。中丸さん、ちょっとご紹介したいんですけど。はい、いいです。このモニター持ってた人間。あ、先ほど、はい、ちょっと来ました。はい、局アナの北海道テレビアナウンサーの藤沢と申します。あ、ありがとうございます。万が一、釧路に飛行機降りれなかったらっていうことでスタンバイしてたんです。そうなんですね。幸い、もうすごく天候に恵まれて、中丸さんも無事中継できるっていうことになったので、職を失ったので、ちょっとモニターを持とうかな。すみませんね、本当にこんなバックアップもいろいろもらいながら。見づらくなかったですか。最高でした。あ、大丈夫です。あ、よかったです。太陽の反射もなくちょうど見える角度で。あ、じゃあ、転職します。すいません。というわけで、次回はですね、宮城から中継します。絶対見てね。次回、はい、セルフズームです。